はい、品川駅に来ております。すごい、もう様子がだいぶ変わりましたね。駅の様子が、おお、正面からね、あれは北総車両かな、何やらヘッドマークをつけてやってきたんですけれども、今日はね、品川駅をね観察していきたいと思います。まあただ観察するだけですよ。やっぱりもう見れなくなっちゃうんでね、この品川駅の光景も。まあこの二面三線でどんな感じの過密のダイヤをしているのかっていうところもね、ちょっと見ていければなと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。お、なんかヘッドマーク北総線うんぬんかんぬんって書いてましたね。人がいっぱい見てます。なかなかこれも絵になりますね。これ何のあれなんだろうな、北総線、北総一期線開業45周年ということらしいです。いやー、かっこいい並びをねこの品川駅では見ることができます。あの絵もいいんですけれども、これ見どころはですね、この今京急の線型が行った後すぐね列車が入ってくると、そういったもう忙しい光景を見ることができるんですね、この品川駅では。だから楽しいんですよ。これ今出発をしていきましたね、特急三崎口駅です。この後ねすぐね列車は後ろから来ると思いますよ。来ないかな。これね、なんで急に列車がねゆっくりになったかというと、この向こうの八ツ山橋のねですね、ところに速度制限が設けられているためですね、あんなね急なところね電車はね高速で曲がれないので、ゆっくりと走行するためにですねスピードを落としております。先ほど品川駅2面3線とお話したんですけれども、こちらですね2本線路ありまして、でこっちは1本線路あるんですけれども、これはですね朝ラッシュとか夕方ですね、に使われておりまして、日中はねなんかイベント系の列車とかねたまに入線してるんですけれども、多分日中はほとんどここには列車がね来ないんじゃないかと思います。だからこの2本でねさばいていると、そういった感じになりますね。これ今この都営の列車が行ったばっかりなんですけれども、もうすでにですねこう後ろでですねこう待機していると、これがすごいですよね。これはどこ行きなんだろう、浦賀行きです。普通浦賀行きですね。わあ、でもすごい、本当に変わりましたね。ここからね JR の列車が見れたんですけれども、もう見れなくなってますよ。さあまた入線してきました。今度ね1500型、私の大好きな車両なんですけれども、これ東駅止まりっていうことはですね、この車両はですねこの品川で一旦役目を終えまして、でこの品川駅の先にですねある通称北品川駅と呼ばれるところにですね入って、またね折り返して、多分普通浦賀行きになるんじゃないかなというふうに思います。赤い列車と赤い列車、かっこいいね。ここで一旦減速、このね多分減速するからちょっとねやっぱりダイヤにも支障があるんじゃないかなと思うんですけれども、まあでもしょうがないですよね、八ツ山橋通らないといけないんで。まああのカーブはそんなこんなんですよ、こんなとこね早く走行できるわけがないんですよね。かっこいい、わかりますかね、これ赤のボディに白のね帯がね、車体一直線に、ね、見えるんですけれども、この車両かっこいいっすよね。いやいや惚れ惚れするな、やっぱりいつ見ても、まあね、車両見送ったところなんですけど、また入ってきました。これ京成の車両ですね、ザ京成っていう感じの車両が、あ、これトップナンバーだな。これ多分ねこの間京急本線をね走行していた列車ですよ。京急のね代走していた列車ですねこれ。おお、トップナン、すごい日差しが車体に当たってちょっと眩しいんですけれども、トップナンか、
特段だ。これこの前ね、京急本線をね、爆走していたかどうかわかんないんですけど、走行していた列車ですね。来た、1500番台の快特ですわ。これめっちゃかっこいいな。うわ、これちょっと記録に置いとこう。すごいすごい。はい、ということで1500番台の快特三崎口行き見送りました。かっこいいな、マジでかっこいい。さあ次何来るんでしょうか。この架線柱も昭和56年に設置したやつですね。そこに昭和56年と書いてます。さあやってきました、上り。あれは多分2100型なんで、品川方面泉岳寺行きの快特ですね。ゆっくりと入線をしてきました。あんまりこうゆっくり、こんなゆっくりだとね、ちょっとね、お客さんというかこう目線が合いそうなんですけれども、これね2つドアしかないんで、これ神岡とかでですね、すごいです、お客さんがですねなかなか入れないということなんでね、3つあればね真ん中から入れるんですけれども、これ2つしかないんでね、なかなか混雑しますね。本当は入れるんですけれども、こうね人が集中しちゃってなかなかね、電車の中に人が入れないような状況ね、よく目にしますね。もっと中まで入ってくださいとか、こう駅員の方がですね結構ねこう詰め込むようなシーンもねあったりしますが、はい、お次下りホームやってきましたら、この子はですね幕が切れちゃうんですよ。快特羽田空港行き、すごい幕がもう切れてますけど、この子が快特羽田空港行きということ、都営の車両ですね。これ今2面3線、まあ実質2面2線でこう列車をさばいているような日中ですね感じなんですけれども、これ新しく新しい品川駅になったら、この下に地上駅となって、確か2面4線なんですね。そうするとだいぶねこう列車のさばくのも楽になるんじゃないかなと思うんですけれどもね、早く新しい駅になったところも見たいですよね。さあ都営の車両が出発をしていきます。これどこまで近づけばマクちゃんと映るんだろう。もう無理じゃねえかこれ。すごいカラーリングしてますけど、いいモーター音がしますよね。この車両も顔もなかなか、これなんかミツバチみたいな顔してますけど、独特な歌舞伎をねイメージしてるっていう話を聞いたことがありますね。あ、上りまた来ましたね。上パンダガルフだけ見えてますけれども、京急の車両かな。まあ京急の車両だ。普通かな、普通品川駅ですね。これも入っていきました。であれ行ったあと、ほらもうあそこにいるんですね。これがねこの品川駅の日常の光景なんですね。すごいな。あれは多分さっき普通品川駅で入ってきて、一旦引き上げ線に入った後、また普通浦賀行きになって、今から出発していく1500型と思われます。多分地上駅になってもね引き上げ線は残るはずなんで、まあやり方としては同じような感じでこうさばいていくんだと思うんですけれども、まあ、今度2面4線になるので、逆に言うとあれですかね、もっとこう列車の本数増やしたりするのかな。でもそれは無理だと思いますけどね、さすがに。だって他の駅のこともあるんでね、この品川駅だけのことを考えていたらねダメなんですね。通裏が行く、これかっこいいでしょ。この帯がね一直線に、もうこれがね好きなんですけどね、これもちょっとずつねなくなっちゃってます。おお、また来たのか下り。今度はちょっと何の車両か見えないんですけれども、今さっきね見送ったばっかり、まだそこにいますわ。そこに上りの、これも引き上げ線に行くやつですな。で後ろからもう待機してます。
あれ北総の車両ですかね。はい、なんでちょっとここまたゆっくりなるんで目が合いますよね。これ来てるでしょ、後ろで来てるんだけれども、もうそこにまだいるみたいな、こういう過密なダイヤをね平気でやってますからね、京急はすごいですね。ほらほらほら、入ってきた入ってきた。ここでちょっと停車したんですけれども、さすがにねカメラなんか回せる状況じゃないですね。ドキドキしますよ、目線がドキドキですね。これはインバ日本医大行きの特急です。お、やってきました、600型の、これは特急三崎口行きかな。そうですね、特急三崎口行きです。608-1 ですね。いいですね、この光景もなかなか。あ、でもね眩しいんでね、多分このなんていうんですか、日よけみたいなのをねこう下ろされましたね。ね、よく見ていただいたら分かるんですけれども、この線路ね使い込んでるとこうやってねピッカピカなんですよね、ピッカピカ。おお、ちょっと待って、いい音、いい音してる列車が来た来た来た。600型いい音しますよね。まあいいや、こうやってね線路はねあのピカピカなんですよね。で一方あんまり使ってない線路っていうのはですね、ああいう風にちょっとねあのそんなピカピカじゃなくてちょっとねサビがね目立つような感じになっているんで、まあこれを見てもねあんまりこの3番線はあの日常的には使ってないっていうことがねよくわかりますね。600型行っちゃったな。ぼーっとしてた、ブルスカがやってきました。ブルースカイトレイン、これもかっこいい。600型のブルスカがやってきまして、これはどこ行くんでしょう。普通青戸行きですね。多分ここまではね特急青戸行きでねやってきたんですけれども、ここからおそらく都営線を通って京成線各駅に止まっていく列車になりますね。おお、すごいすごい、暴走族みたいな音を立てて走っておりますが、600型が来ましたね。気づくのがね遅かったですけれども、かっこいいな。最近あまり見てなかったですね。正面に映ってるあの列車はですね、まあ、京急の車両なんですけれども、特急羽田空港行きということで、これね京成線に乗り入れてるね、乗り入れの運用に当たっている車両だと思います。立ってきました、向こうから。これは何でしょうか。これもね普通品川駅ですね。今ね上り下り行きました。じゃあねまた入っていきました。上りの普通列車ですかね。おっと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 、かぶっちゃいましたが、この子も多分ね、多分じゃなくて絶対引き上げ線に一旦入ってまた普通浦賀駅になっていく、そういった運用ですね。あれは多分ね下りのあの普通はね4両編成だな、だいぶ向こうに止まってますんで、普通浦賀駅、うん、なかなかいい絵ですね。今日はあれですね、あんまりいつも何人がいらっしゃるんですけど、ここでね写真を撮ったりあそこで写真を撮ったりしてる方がいらっしゃいますが、普通浦賀行き出発まだねいますよ。あそこに普通品川行きが停車中なんで、後ろから来たこのね2100型2100か1000ですね、すいません間違えました。1000型はね多分またこの辺にゆっくりと入ってきて一時停車みたいなことするんでしょうね。なんでちょっと私はあっち向いておかないと、また乗ってる方目があったりするんで、ね、本当はこのままゆっくりでもいいんで走行していってくれればいいんですけれども、あれはなんだ、どこだ、エアポート快特、成田空港行き。このエアポート快特はですね、これ最強のね種別ですね。快特の上ですからね、エアポート快特上なのかな、上か下かちょっとよく分かりませんですけれども、まあ最上位種別と言っても間違いありませんね。これ成田空港までかなりのね道のりですよ。スカイアクセス線なんかを通って成田空港まで行く線型ですね。
オレンジってやっぱかっこいいな。エアポート快特特別感がねありますね。この K キュン可愛いな。 K キュンいますねこれ。はい、 K キュン。はい、そして下りやってきたのがこれは快特岬口行きですね。この子はね仙岳寺までしか行かないんで、仙岳寺からまたね岬口までね快特としてね、走る列車ですね。2ドアです。2ドア車ねかっこいいんですけどね、ちょっとねいっぱいの時はね本当にまあ車内もねクロスシートなんでね、そうお客様こう詰め込めないようなねそういう形の構造をしているので、朝ラッシュとかですね夜のラッシュとかですねかなりお客さんがですね入りにくいような感じですからね。好きなんですけれども、まあちょっとね私あんまり乗らないようにしてるというか、まあ乗らないといけないというかしょうがないんですけれども、選べるんであればちょっとね遠慮するかな。見るのはかっこいいから好きなんですけど、があれですね、あのウィングシート のチケットをね買っても確実に座れるような感じでだったらまあ乗るのもありですね。それはもう快適ですよ間違いなく。さあ岬口へ向けて出発をしていきます。これもね K キュンついてますね。かっこいいんですけどね、かっこいいのはかっこいいんですけど、お客さんが詰め込めるといえば詰め込めない。2ドアの快特岬口駅です。まあ、かっこいいんですけどね、何度も言うですけど。2100の次は2200になるんですかね。新しい車両がもし作られるとするとどうなんだろう。でもそうですね、2100型なんでね、2200型ってなるって考えるのが当たり前ですよね。普通ですね。当たり前じゃないですね、普通です。ワニなんですけれども、京成のねレアな車両なんかもね来ちゃうんですけど、今のところまあそういった車両多分来ないんでしょうね。来るときはですね、こう本当に撮り鉄の方がですねいらっしゃるんで、それも一発でね分かりますよね。もうやってきました。これはおお、これも2100型か、快特か。やってきましたね。長いというかな、8両編成ですね。品川まではですね、品川方面仙岳寺行きとなってるんですけれども、これも品川に着くと快特仙岳寺行きと幕を変えるんですね。おお、やってきた京成の、これもエアポート快特羽田空港行きということで、快特とね、エアポート快特が並びました。京成の車両あれですね、なんかね遠くから見たらなんか笑ってるみたいに見えますね。かわいいな。これ実はこの品川駅ですね、ホームドアがないんですね。その代わりにこういうね柵みたいなのをね一応設けて安全対策をしているような感じですね。多分このエアポート快特行った後におそらくなんですけれども、さっき引き上げ線に入っていったであろう普通品川行きが戻ってきて普通浦賀行きになるんじゃないかなと思うんですけれども、このね車両のちょっと面白いところはですね、この車体のね横にね飛行機とかねいろんなねあの絵が描いてあるんで、これずっと見てるとなんかね飛行機がね動いてるような感じ、そんな感じがします。しませんかね。あーでもこれなんか反対だな、上りの時、あー下りの時か、わかります。これなんかこう飛行機がね描かれてるんですけれども、あ行っちゃった。ほらまさに今行ったところでまたやってきたこの普通浦賀行きですよね。そうですね、こんな感じで、これ4両編成ですね。こんな感じでダイヤが組まれているみたいですね。今入ってきたのもこれ東駅止まりです。普通品川駅だから、こいつも引き上げ線に入っていってまたね普通浦賀駅になると
だからあの引き上げ線2本あるんですけれども、かなり重要ですね。あれがないとこういった運用はできないですからね。はい、ということで、今日はですねこの品川駅の様子をお届けしました。はい、ご興味のある方はですね一度品川駅お越しになられて、まあ大体の人はもしかしたらこちら関東に住んでる人は品川駅に来たことはあるんで、まあこの品川駅でこうやって列車をねぼーっとね見るようなのはね鉄オタぐらいしかねいないんで、はい、まあなかなかね忙しい駅品川駅ご紹介でした。まあ2面3線だとねかなり厳しいですよね今。まあただ将来この下地上化になって2面4線と引き上げ線2本で、はい、なかなかねゆったりとしたもしかしたら運用になるのか、それかもっとね列車を投入していくのかちょっと私には分かりませんが、はい、とりあえずこのね地上化楽しみですね。ということでこのね光景もいずれ見れなくなるということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。